先生イエス・キリストが復活した後墓場から生き返った人々でエルサレムは溢れたとありますが、うん、この時生き返った人々は復活体なのでしょうか彼ら彼女らはその後イエス・キリストと共に天に昇っていったのでしょうか彼ら彼女らがどこに消えたか教えてくださいお願いしますと。聖書書にいたんだよね でイエス・キリストがねよく死者をよみがえらしたと言ってますけど、はいうん、あれは復活じゃないからあれはねよみがえらしたということはその病を癒した同時に、うん、黄泉の国から呼び戻したでもその体はまた再び死ぬ体ですよ、うんうん、復活の体って言ったら神の体なんで、はい、基本的に永遠に死なないんですでその人類の復活の初歩、うん がジーザスクライスイエス・キリストであるからね、うん、イエスより以前に復活する人はいるはずがないなこの少なくとも宇宙では、はい、この大宇宙の中ではそれはない、うんうん、で、えー、要はその後みんな実はこれねエルサレムだけの話だった大間違いで世界中ですよあと失われたイスラエル十数か世界中にもう蔓延したんだから。 預言者ももいいいいれば聖人っぱいいますよ国を超えていますからうん、うん、特に体力まで超えてる世界中で実は墓から出てきたんだよだからそれ以後みんな足の骨に折るんだよ出てこないように足の骨に折るっていうのはこの後だよ、はい、世界中に広まったのはでもっと言うと最近のゾンビ映画なんかも全部これのアリューですよ墓から出てくるのでもまた いずれエ死んでいくんですよね。いや、これはもうそのままさまようんですから。いやいやいや、ちゃんと行くべきところは用意されておりまして。えー、え、あの。その人々まあまあ、おそらくイエスと共に復活、まあ、まあ、直後復活してますから。まあ、預言者。政権者。うん、あまあ、その辺のレベルでしょうね。もう本当に。そう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 、も,もういくらでも神の国に入る人たちですよ。すね、なるほど。 女性も含まれてましたよ、当然なでもっと言うと、子供聖書には書いてないけど、赤ちゃん、子供で亡くなった人は罪ないでしょ、ばんばん吹かせますよ、<ー>子供たち、ものすごい数ですよ、聖書書いてませんけど、これね、アスカら今日、すんなん聖書にどこに書いてるんだっていう人たちは、これはおバカさんです。応用力がないんで、うん この時代だったら